信ぶ止とは、律令制において官人が、上位によって異界が上昇した結果として、現人の官職に対応する異界の範疇を、上回った後も元の官職を流入すること。律令制の官人体系の基本であるかに、相当性に基づけば、異界と官職は対応関係にあり、異界が上昇すれば当該異界にふさわしい官職に、昇進するものとされていた。だが、 小納言、弁官劇、詩、ケビン氏、F の上、証言などの実務の伴う感触にあるもののうち、年功、能力がある者が、主音として、例外的に、ノぶ止めを認められた。なお、ここで緩い回の上昇とは、同一の位の範囲ではなく、6位から5位あるいは5位から4位といったケースを指す。例えば、本来であれば5位の感触であった、小納言が、 4位に昇進した後も小納言に留任するケースがこれにあたる。また、4位少将のほか5位では、大武士、大武劇、大武将元、大武将と呼ばれた人々もこのケースに相当する。ただし、信止めが行われるようになった、平安時代以後、律令法本来の下に相当性の原則に対して、以下が、現人の感触に対応する以下よりも高い傾向が、 固定化され、簡易例の規定よりも対応する理解が高い、監修法としての簡易相当性が設定されるようになったとされている。したがって、ノブ止めとみなされた理解も簡易例によるものではなく、監修法による簡易相当であったとする見方もある。ありがとうございます。